それではドラゴンクエスト11やっていこう。兄ちゃんたちどうだった？いろいろ情報が知れたペコだよ。ペコら神殿の奥で何か鷹を伝えた。なるほどね、そんなことが。でもそれで思い出したよ、じいちゃんから聞いた大昔の言い伝えを。何？言い伝え？邪悪の神と戦った人間、つまり先代の勇者は闇を打ち払う特別な剣を作るべく聖なる種火を持って冒険してたそうだよ。なるほどペコの。兄ちゃんたちが見たのはその時の光景で間違いないだろうね。なるほど。先代勇者が功績を集めてた浮島ってのも多分天空の古戦場のことじゃないかな。なんかお前いろいろ知ってるじゃん。天空の古戦場じゃと？しかし何故そのようなところに勇者の剣を作るための材料が。古い話だから詳しくは知らないけど、かつては特別な金属が採掘できた浮島で、それをめぐって大きな戦いがあった場所なんだ。こいつ脅せばどんどん情報出てくんじゃねえの。戦いの果てにその金属の鉱脈も失われてしまったと聞いてるけど、もしかしたら。こいつ子供のふりしてベコーラたちのことを騙すのか。気をつけてね。ありがとう。もう何百年もの間神の民さえ近寄らず、どうなってるかわからない場所だからさ。さっき言ったらなんか毒っぽかったペコだけどな。そのような場所がならば実際に行って確かめるしかあるまい。行くか。さっきも行ってみたペコだけど毒がなくなってるといいペコだけどな。そうそう、もし何をすべきか忘れたらまたオイラのところに来るといいよ。おいお前まじ知ってんなら。じいちゃんから聞いた話を教えるからさ。絶対知ってんじゃんこいつマジで。頑張って。いやありがとうね。応援も嬉しいことだけど、お前だったら全部言えよ今。やめてベロニカの話しないで。だからさっき来れなかったのか。あ、なるほどな。わーおー、なんじゃこれは。行ってみる。嘘でしょ。ちょっと待ってよ、こいつにメダパイに。ねえちょっと待って、発射でダンスできなかったらこいつ出した意味ねえペコちゃん。はい、もう即やるこいつ。あー終わる、死んでしまう。ちょっとお待ちを。ちょっと待ってこいつ。あ、これで大丈夫ですか。あ、もういいや。オッケーペコ、ゴリアテ君ありがとう。え、嘘でしょ。え、神すぎる。ちょっとゴリアテ君バイ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 になっちゃう。ちょっと待って、やばい。力を抜いてリラックスして。え、こんなボイスあったっけ。まあすっごい筋肉。え、ずいぶん長い旅をしてきたのね。大丈夫、きつくない。ん、我慢できないなら遠慮なく言って。大丈夫ペコです。よし、できたわ。はい、目を開けていいわよ。
こと？嘘でしょ、あんまりペコちゃん高所恐怖症。死ぬ。ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン。レッツパフパフカウントダウン。何言ってんのこの女。パフンパフ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 ンパフパフパフンパフ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 ンパフパフ。このパフパフを望んでんじゃねえペコなんだよ。ペコーラは天空のパフをどうなってもやりたくなったら声かけてね、姉さん。しないよ、頼むよ。そのパフパフじゃねえペコなんだよ。ペコーラたちが期待してたのは雲にパフパフしたいわけじゃないんだ。姉さんにお願いしたかったペコなんだよ。もう一回釣ると変わりますよ。え、どういうこと？森明くんかグレイグお願いしてもいいですか？森明かグレイグでペコーラじゃなく。緊張しなくていいのよ。力を抜いてリラックスして。え、マルチナさん。まあすっごい筋肉。え、ずいぶん長い旅をしてきたのね。大丈夫？きつくない？我慢できないなら遠慮なく言って。え、よしできたわ。はい、目を開けていいわよ。ちょっと、え、誰の急に来い。あんた誰？あんた声違くない？あんた声急に変わるペコちゃん。エロエロ姉ちゃんになっちゃった。ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン。レッツパフパフカウントダウン。一発撮りペコなんかな、これ。パフンパフパフパフンパフン。色気あるペコだね。パフンパフン。緊張しなくていいですよ。力を抜いてリラックスしてください。あ、これもしかして、これが仙台勇者ちゃんが手に入れてた鉱石なのかしら。キラキキラキキラ。おいおい、マジか。ひょっとしてこいつは。カミちゃん、どうしたの？すげえぞ。こいつは各地に伝わる財宝伝説に登場する古の神の金属、オリハルコンだ。はっきりの。なんと、オリハルコンじゃと？わしも文献で目にしたことはあるが、この鉱石がそうじゃというのか？間違いねえ。お宝のことなら俺の専門だ。世界で一番珍しい貴金属としてマヤからも散々聞かされてるしな。じゃあちょっとそれ余ったの売るか。まさかこんなところにあるとはな。このオリハルコンを鍛えればとんでもねえ剣が作れるはずだぜ。マジ？じゃあちょっと甘いのかな剣。そうか、それが勇者の剣か。これで新たな勇者の剣の完成にまた一歩近づいたってわけだ。オーケー。いや高くなるよきっとこれ。せーの、ブーッ。お、いきなりムービーだ。勇者の星がサマディに迫っているという噂は本当だったのか。どういうこと？ああ、おー近いね。大樹が地に落ち、世界が闇に包まれた後、突如として落下を始めたそうだ。一体世界で何が起こっているのか。やばいね、なんか。あ、予知族じゃん。なんか
心臓みたいなやつあるペコだけど。勇者の星か。ユグノアには老主様が邪神を倒した後、ロトゼタシアを永遠に守るため天に昇り勇者の星になったという神話がある。あ、そうなんだ。おじいちゃん、お前すげえ踏まれてるってことだぞ。エレノアが好きだった老主様の神話、あれ古代の人が作ったおとぎ話に過ぎんと思っていたが、予知族が震えてる。魔王によって世界が崩壊した今この時、勇者の星が落下を始めたことを考えると、そうとも言い切れんか。何だったのあいつ。なんかしかもなんかいつも光ってるね、心臓みたいなのが。どうした、人の話も聞かずぼーっとしおって、しょうがないやつじゃの。もう一度わしの話を聞くか。いや、老主様が勇者の星になったってことペコだよね。いや、それは知ってんだけど、予知族がなんか。おお、そうか、聞いておったならいいんじゃ。いや、もう聞いておったけど。いずれにせよ、あの星がこのまま地上に落下すれば、サマディも無事では済むまい。王宮に向かうぞ。サマディ王に話を聞いてみるのじゃ。わかった。王様久しぶり。お、王子もいるじゃん。やっほー、久しぶりやん。ファーリス、危険な真似はよすのだ。何の話し合ってもらう。父上、心配いりません。僕があの星の謎を解き明かし、サマディの民を安心させてみせます。あ、王子もやっぱ変わったね。あの時から、ゴリアテクに感謝だね。おい、虫はひどくね、お前さん。おお、そなたか。いつぞやはファーリスが世話になった。まあ、そのファーリス君はペコラのことを無視しましたけどね。今、たった今。おお、なんと、そのご尊顔は。久しぶりだな、サマディ王よ。ユグノアを忌まわしき災厄が襲ったあの日、四大国会議の日から16年ぶりになるか。あ、そっか、そうなるべこだよね。ロー殿、事情はすべて聞いています。勇者がロトゼタシアに災厄をもたらす悪魔の子だという話はデタラメだったと。そういうことよ。デリカダール王の嘘を見抜くこともできず、世界の崩壊という最悪の事態を招いてしまったこと、どうかお許しください。いいってことよ。もう良いのじゃ、顔を上げよう。ロジちゃん、いいやつだな。全てはデリカダール王に取り付いたウルノーガの仕業だったのだ、うん、他の誰に非があるわけでもない。すべてあいつが悪い。ウルノーガ殿、ありがとうございます。それよりも今は勇者の星のことだ。このまま地上に落ちれば取り返しがつかん。あの星について何か分かってないのか。確かに、国の学者たちに調査をさせているのですが、今のところ何も分かっていません。全くなんだ。ただ一つだけ気になることがあります。息子のファーリスがあの星を覆う赤い結界に刻まれた文字のようなものを発見したのです。文字？勇者の星に結界が。そこに文字のようなものが刻まれておるじゃと。なんで書かれてたの？はい、それで王子は先ほどその文字のようなものを調べるため学者を連れてバクラバ砂丘へ向かいました。あ、なるほどな。そこに行ってみる価値があるペコか。わしらも何故勇者の星が落下を始めたのか調べに行くぞ。オッケーオッケーオッケー。ロー殿、バクラバ砂丘に行くのであれば息子の様子を見てきてくれませんか。どうもファーリスのことが心配で。親バカペコだね、うん、
ありがとうございます。石城を塞ぐ兵士には通行を許すように言いつけておきます。ありがとうございます。息子をよろしく頼みます。まあ任せなさいと。何を言っているんだ君は。どうしたの。ここじゃ文字が見えるわけないだろ。もっと近くに行って調べないと。何やってんの。バクラバ砂丘に入るのは危険です。いくら王子といえどもその命令は聞けません。じゃあここから文字を解読できるっていうのか。いやそれは。強くなったな。王子ちゃん久しぶり。あ、シルビアさんたち久しぶりだな。無事だったんだ。無事ぴこで、あんたも変わらずかい。王様ちゃんから事情は聞いてるわよ。あの星を調べるためにここに来たんでしょ。ないね。ずいぶん成長したじゃない。変わったな。それほどでも。王子として仕事をしてるだけさ。でも皆さんどうしてこんな場所に。俺たちがここに来た目的はお前と同じ、勇者の星の調査に来たのだ。そういうわけよ。あなたはデルカダールの英雄グレイグ将軍じゃないですか。まあそうだけど、こんなところでお会いできるとは。むつりですよこいつ。でも俺の名を知っているのか。けどむつりですよ。もちろんです。あなたは騎士の憧れ。僕はグレイグさんの舞台に入るのを目標にしてこれまで頑張ってきたんです。けどむつりですよ。その言葉は嬉しいが、我が隊に入らずとも民を守ろうとするその勇気があればお前は立派な騎士だぞ。まだお前そんなちょっと誇らしく言ってるけど。グレイグさんからお褒めの言葉をいただけるなんて感激です。おいお前パーティー一緒に入ってみな。ガルチダのやつうっとりしちゃうからな。こいつのびっくりしちゃうってことです。勇者の星の調査はなかなか苦戦しておるようじゃな。じいさんそうなんだよ。学者がおじけづいちゃってさ。おいお前誰だと思ってんだよ。さすがの僕でも文字の解読はできないし、どうしたもんかと。この王子は礼にもなってねえペコだな。お主が見つけた古代文字わしが解読してやろう。おい、じいさん、あんたも古代文字が読めるのか。失礼やぞお前。ありがとう、助かるよ。分かって、礼儀は待ってなよ。バクラバ砂丘の中心にある遺跡のあたりなら文字もよく見えると思う。昔のとか僕は先にそこに行ってるから。一人で大丈夫。上回とかなんてないペコか。困ったやつペコだよ。まったく、あのどうしようもない王者ペコだがお世話をしてあげましょう。ペコ、礼儀というものをベコーラーが。あーじー、どこにいんの。舐めてんの。ちょっとちょっと王子ちゃん、何寝てんのよ。星を調べに来たんじゃないの。こんなに大きな星を真下で見る機会なんてめったにあるもんじゃないから記念にさ。いやーすごい、みんなもやってみなよ。うわー、こんなのがもう上にあったら本当に生きた心地しないペコだよな。あれ、ボタン。王子ちゃん、あなた結構肝が座ってるのね。何やってんの。それはそうと、この遺跡って何なのかしら。こんな荒野のど真ん中にポツンとあるなんて不思議よね。確かに、なんであるペコなんだ。そう、じいちゃんのじいちゃんのそのまたじいちゃんの時代からあるらしいけど、あ、もうずっと昔からペコなんだ。詳しくは知らないな。おい顔踏まれとるぞおじさま。作られた時は大切な役割があったのかもね。なんだか五代のロマンを感じるわ。何のためにペコなんだろうね。でもこの遺跡、しかもこの四地族は何じゃ。
確かに星には何やら文字が書いてあるようじゃが、早速調査を始めるか。オッケー。何してんのあんたは。え、怖っ。見えてるぞペコーラには。何すんの。また何が見えるのか。見え家にしてみようかな。見えないよ。目玉鼻たたん聞くまでもなかった。それではお前が。え、見えてねっつってんのに。どうしたの。独り言なんて珍しいわね。ちょっとやめてよ。変な風に見られてた。いるんです、ここに。なんかやってんねよこいつ。知らせです。大丈夫。ネオコマだ。ネオッチ過ぎ去りしたきやさ。我が元へ来たれ。お前がこれやってたのか。なんか中にあるぞ。なあ、ちょっと何が起こったのよ。見ろ星が。え、あの中になんか今あったぞ。ねえあなた、やめて。これ止めてくれる。ちょっと星が落ちてくるじゃない。やばくね。逃げないと。みんなでおじいちゃん早く。いや、読めるんかこれ。誰？なんかやばい聞こえた気がする。ここにいては危険です。早くこの場を離れましょう。なんか急になんか。待て、もう少しじゃ。もう少しであの文字が読める。ちょっと誰か頑張って。おじいちゃん、でもなんかやばいやつも来てた気がする。水セル。ニズゼルって何。ニズゼル。ファ。なめてんのかじじい。もう限界です。さあ早くこちらへ。なめてんのこいつ。ファーじゃねえぺこなんて。やばいやべ。今度は何なんだよ。やばい。え、あいつは敵だよね。色的に敵っぽいけど、守ってくれてんのか。何か、え、星が消滅した。これで世界は我のものなり。あれは魔王の剣。え、星が消えてしまった。消えた。あの星は本当に勇者の星だったのか。それにあの剣を持った魔物は一体。どういうこと。何言ってるんですかグレイグさん。あれは救世主ですよ。救世主がサマディを救ってくれたんです。救世主にしてはやばい色調べ子だけどな。明らかにこれでサマディは安心だ。王国のみんなもホッとしてるんじゃないかな。え、あの星は何だったペコなの。じゃ僕は先にサマディに戻るよ。あれでよかった。何か用があったら気軽に王宮まで訪ねてくれ。え、何。え、あの星はじゃあどういうことだ。消えてしまったが、あの星にはニズゼルファという古代文字が刻まれていた。ファじゃなくてニズゼルファとは一体何なのじゃ。ごめんね、おじいちゃん。ファって言ったから、なんじゃって意味のファかと思ったわ。ニズゼルファ。それじゃあサマディの王様ちゃんにニズゼルファーって言葉に心当たりがないか聞いてみましょう。何かわかるかもしれないわ。オッケーオッケー。
でもあの予知族みたいなやつだだいいる？あいつが呼び起こしてた気がするべくだけど。泣いてる？どうしたの？あんたは勇者の星をここに呼び寄せて。でもあんたの色もちょっと闇の色してるペコだから怖いけどな。あんたが味方なのか敵なのかが分かんないから同情もしづらいペコだけど。すまないね。お二人ともよくぞ戻られました。勇者の星がいきなり砕け散ったので心配していたのですが、無事で何より。ファーリスから話は聞いておりますぞ。星が落ちてもうダメだという時に救世主が現れ、あの星を切ったそうですな。救世主かどうかは分からんが、まあそれはいいのじゃ。それよりお主に聞きたいことがある。わしが見たところ、星を覆う結界にはニズゼルフはそう刻まれておった。この言葉に何か心当たりはないか？知らなそう。ニズゼルファ、そうだ。聞き覚えがありませんな。知らないって他だろうよ。空に浮かぶ勇者の星に刻まれたこの言葉、きっと深い意味があるはずなのじゃが、仕方がない。わしらには魔王を倒すという大事な使命が残っておる。先を急ぐとするか。ロー殿、魔王退治の旅、私たちも微力ながら応援いたしますぞ。もし困ったことがあれば何でも言ってくれよ。今度こそ僕が君の力になるからさ。ありがとう。あんまり頼りにしてねえべこだけど。ああ、いかんいかん、忘れておった。ロース様が持っていたハンマーについてサマディ王に尋ねてみるとしよう。オッケーオッケーオッケー。ペコ、なんでここに来たんやろって思ってたペコだよ。おや、お二人ともわしに何かご用ですか？ハンマーくれ、ハンマー。サマディ王よ、漠然とした話で申し訳ないのじゃが、この国にある巨大なハンマーについて心当たりはないか？あるだろ、さすがに。魔王を倒すためにどうしても必要なのだ。神話の時代サマディにあったことは分かっておるのじゃが。ハンマー、ハンマー。おー、もしや王家に伝わるガイアのハンマーのことか？すまん、それ譲ってくれペコ。ファリスよ、宝物庫にあるガイアのハンマーを持ってくるのじゃ。はい。あ、さすがにそれは売ってないんだ。えらいペコだ。助かる。おお、譲ってはくださらぬか。これじゃ、これこそ大樹の記憶の中で見た老主様が持っていたハンマー。これで作れば。父上、いいんですか？これって来年のファーリス祭のために行商人に売る予定だったハンマーじゃ。大バカなのこの王様、マジで。バカも黙っておれ。大バカものじゃない。ガイアのハンマーはフソの時代からサマディ王国に伝わる貴重な宝物だ。いや、売ろうとせじゃお前。しかし今や魔王を倒せる者は勇者であるお前しかおらん。もし必要ならば喜んで渡そう。やっとさ、売るぐらいだったらペコアライによこしなよ、さっさと。センキュー。危な、売られる前にちょっともらってよかったペコだ。伝承によるとそのハンマーには大地の精霊の力が宿っているそうだ。そうペコなの？それで叩けばどんなに硬い金属でも鍛え上げられるって話さ。それじゃあ皆さん、魔王退治の旅頑張ってくださいね。ありがとな。いい報告期待してますよ。やばい、行
こう。